はいどうもこんにちは、吉本プラモデル部大阪支部長のアイバーです。この春話題のキットといえばやはりマスターグレード XS ガンダム S ガンダムコンパチモデルですね。皆さんはもう購入されましたでしょうかね。購入検討中の方もおられると思いますけども、僕はですね、見ていただいたらわかる通り、旧マスターグレード、S ガンダム、そして XS ガンダム、メタルロボット魂の XS ガンダムをね、ちょっと買いまして、こちらに関してはですね、僕のチャンネルでレビュー動画上げさせていただいてますんでね、もしよかったら見ていただきたいなと思うんですけども、これぐらいね、ちょっとS ガンダム系キットがね、ちょっと溜まっておりますんで、ちょっと今回はね、購入をね、控えようかなと思います。はい。吉本プラモデル部でね、XS ガンダムを期待されていた方にはね、大変申し訳ないんですけども、今回、私、アイバーは、マスターグレード XS ガンダム、S ガンダムコンパチモデルは、買わない!買ってもた!どうも、アイバーです。てしまいました。ちょっとね、魅力に負けて買ってしまいました。 GBWC とかね、いろいろあるんでね、これより先に作りたいキットいっぱいあるんですけどもね、スミプラも溜まってきててですね、前回ご紹介したやつ以外でね、大型のツミプラがですね、ニューガンダムのね、バージョン KA、ダブルオーライザーね、シナンジュのね、バージョン KA とか、あとユニコーンガンダムのバージョン KA、あとはね、リアルタイプカラーの G アーマーとかね、結構積まれてるんですよ。ね、ですんでね、ちょっとね、買っちゃったんですけどもね、リサイクルショップとかもありますしね、ね、S ガンダム系はもう過去に2つも買ってるんで、こっちの新しい方ちょっと売ってこようかなと思います。はい、発売日すぐですしね、いい値段つくんちゃうかなと思います。まあね、正直袋さえ開けなかったらね、買い取ってくれると思いますしね、袋さえね開けなければ。開けてもたー。めちゃくちゃ成型色いいですわ、これ。センチネルブルーですよ。ね。コバルトブルーでもない、インディーブルーでもない。あのセンチネル特有のね、薄いブルーがね、完全再現されております。正直ね、買ってしもたとき、はやってもたって思ったんですけどもね、これは、買ってよかったです。これはね、僕の、人生の、やるべきことリストの中にね、ちょっと入れときますわ。この、XS ガンダム、S ガンダム制作っていうのはね、やっていきたいと思います。そして、旧マスターグレードの XS ガンダム、S ガンダムに関してもですね、手放さずやっていこうかなと思います。はい。というわけで、今回はね、マスターグレード XS ガンダムの購入報告動画、そしてね、ミプラマスターグレード紹介動画でございました。もしね、いいなと思っていただきましたら、チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。そしてね、もしよければ、僕のチャンネルの方にも遊びに来ていただいて、チャンネル登録していただけたらと思います。それでは、また次の動画でお会いしましょう。アイバーでした。アイバーでした。こちら、ね、アルティメットニッパー、令和モデルをね、この度購入させていただきました。ね、これとこれで、YouTube のギャラが全部飛びました。